運んでまいります。サストークです。ダンテズインフェルノ続きからの内容を運んでまいります。前回ですね、このダンテがベアトリーチェを追って地獄の門を開けたというところで、地獄の門を開けたところからとなってます。これ何、罪人登り、左ステーキで罪人の上を移動する、バツでジャンプ、 R1 で滑る。ここにいるのが罪人みたいですね、皆さん。なんかあるけど、つまりこれ地獄でその捕まってる罪人の皆様がそこにいらっしゃる。罪人の皆様ですね。はい、すいません、失礼します。これちょっと待って、そこ登りたいんだけど、あ、登れるね。はい、じゃあ魂の回収をいたしましょう。はい、回収。で、また罪人を降りましょう。まあ、やっぱり、ね、その、お地獄もね、広いとこなので、皆さんいっぱい。ギャップジャンプ。左ジャンプするとか、左ステック入れてバツ。はい。左ステック入れてジャンプ。はい、ジャンプします。はい。これは、ウェルギレスですね。R1。はい、この世界の盲目の世界、恐れを捨てましょうということです。恐れと臆病さを捨てて先に進むと。コイン、銀のユダのコインを手に入れた。詳細なんだユダのコインって。詰めたコイン、魂を獲得できる。 OK ですね。だから今はまだ地獄の門を開けただけで地獄まで行ってないってとこですね。今からその地獄を渡るための船、カロンっていうところの船を渡っていけるのかな。じゃあここがまああのあれですね、今はとりあえずこう地獄の入り口で門を開きましたと。で、罪人がいいので罪人を、なんていうか、罪人を今度乗せていく船ですね。罪人をその地獄っていうわけで、あ、地獄か、地獄に乗せていく船です。このスケルトン意外と邪魔なんですよね。スケルトン、あ、鳥か、あの鳥に邪魔なんですけど、さあさばいていきましょうと。意外とこのね、この十字架強いんですよね。よいしょー、何してんねん、さばく。あ、でもあの鳥もさばけるのかな。掴んでる、あれ、いて、いてえよ。よいしょ、あ、ダメだ、この鳥はさばけないっぽいですね。うん、掴んだら結局投げちゃいますね。ほい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 、あ、先進め、え、ちょっと待って、四方八方から嘆きの声が聞こえてくる。え、どういうこと。あ、ここからですね。はい、もうさっきやったやん。あ、これどんどん下がっていくんだ。そういうことか。お、なるほど。私はのんびり戦ってたんですね、さっき。え、暗き匠を見せてはならない、それがよろしべゆえに。ああ、絶望し嘆き声を聞くことであるでしょう。そうですね、今絶望した、こっち、こっちだな。はい、魂ゲットです。なんでしょうね、これ移動してるかわからなかったんで。もうなんか人が、ここが地獄の入り口なので、よっしゃ、
はい、どうも。なんだあいつ、なんか強そうなやつが出てきましたよ。ほい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 、お、おー、パワー、ほいほい、あ、ほい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 、あ、間違えた、ガードエルミだったね。どうもこうにも操作が慣れるもので、ほい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 、おいしょおいしょ、あるにあるに、許す、浄化せよ、浄化完了、ほい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 、おっと待ってよ、スケルトンとなんかヤギみたいなやつですね。痛い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 、おっとおっと、ほい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 、なんかあの痛い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 、ため攻撃してますね、あのヤギみたいなやつ、バホモ、バホメット、バホメットかな、バホメットみたいなやつですね。痛い痛い、おっと痛い、スケルトンはそんなに強くないんですけど、バフメットが意外と厄介だな。ガードして弾くんですよね。ういひょー、はいほい、あー痛い、あれが痛いですね。ガードが入るのがめんどくさい。逆境攻撃で、あ、間違えた、あー、なんということでしょう、大変ですわ。はい、左に、はい失礼します、はい曲がります。光ってるオブジェクトは破壊可能である、破壊しよう。はい、あそこに何かがあるのかな、あの扉、あれは扉でしょ、これまだ上行くんかな、まだ上も行けるみたいですね。あ、上に行くとこの魂がもらえると、魂もらうぜ、はい、魂ゲット、あ、違う、ユダのコインですね。じゃあここに、はい開けますよ、はい失礼しますと、ウェルギエスですね。どの国で死んだ魂もここで一つになる、そして神への恐れを忘れた者はカロンの荒い船さばきを味わうだろう。はい、ということでまずそのカロンの船さばきを受けるみたいですね。まあ船もね、船酔いしたら気分が悪いですから、それをずっと味わう、それがまずまあ罰みたいな形なんでしょうね。その神への信仰を忘れたから、お前ら悪いよ、なんとかしろよみたいな。ん、また出てきましたね。許していきましょう、許す、罰する、よいしょ、ああ、またあいつ出てきましたね。いや、でもあいつは、あいつはね、あのポイントが上がるんでいいんですよ。痛い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 、よいしょ、ほいほいほい、まずあの鳥をやっつけていきたいですね。鳥をやっつけて1対1に持ち込めるようにしてからの、痛い痛い痛い、よいしょ、あいて、一対一に持ち込めるようになったんで、あとは、あ、救済ゲージ使いましょう。救済ゲージ使っ、あ、あ、ちょっと待って。許す、許す、よし、あとちょっとで、なんか強くなりそう。この辺は何もないかな。魔力を回復しましょう。で、カロンの船の前になんか人がいますね。冤罪で許してあげましょう。何ですかあれは、なんか、なんか知らないけど、うん、音ゲーが始まりましたね。三角四角四角に×三角丸三角四角、あ、あ、違えた、×丸、
三角丸四角×三角、はい、×三角四角三角丸×、あー違った、×四角三角、×三角丸四角、ボーナス魂780。安らぎが共にあります。アワミ、安らかに、はい、お救済のレベルがありました。レベルこれ強化できるってことね。レベル1まで強化できますよと。3回打ち出す。あ、でもちょっと足りないですね。とりあえず先進みましょう。なんだこいつ。おめえ、ちょっと開けさせろよ。はい、失礼。神にかけて、この崇高な聖戦の間、すべての快楽を捨てることを誓います。あなたの愛を信じたから私を捧げたのよ。この可愛い女を裏切ったのはかなりまずかったな。おかげで彼女は俺のものになった。彼女は話せ、彼女は無実だ。今のところはな。私はもう彼のもの。聖なる戦士よ、全てお前のせいだ。こんなに誠実で信心深い女はお前にはもったいない。はい、ということで多分ですね、このダンデさんも結構やらかしてるんだと思うんですよね。あ、ちょっと待ってください。レベルが上がるようになったんで、これを3回打ち出せるようにしましょう。ほい、ほい、ほいちょ。お、いいですね。で、あとはこの、暴虐の方も鍛えていって、よいしょ。バランスよく鍛えていかないとあかんですかね。おっと、よいしょ。パワー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 、よいしょ、ほい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 、3人も出てる。多分こいつ、あ、そろそろじゃない。待って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 、結構多いっすよ。いた、いた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 、ちょっとちょっとリンチはせこいよ。あ、やばい、ちょっとこれはまずいですよ。まずいですよ。これはそんななんか余裕が。あ、はい、バッスル、君の罪を開かないなさーい。ほい、よいしょ。あ、ちょ、あ、ちょ、ちょ、まずいですわよ。これはまずいですね。ちょっと接近戦しまくってるとまずいですわ。ほい、ライフが、あ、ゆ、バッスル、よいしょ、君の罪を、よいしょ、バッスル、君の罪を罰します。はい、ではとりあえずヤギさんたち倒したんで、あとはこのこいつらを罰していきましょう。で、こいつも罰して、はい、終わりですね。これは一苦労。悪な魂たち、二度と天国を見、ちょっと一旦セーブしましょう。多分そろそろボス戦のはず。カロンっていう船に今から乗るんですけど、その船ですね、地獄に送るっていう、今地獄の前なので地獄に送ってもらいましょう。で、そこで救いに行くベアトリーチを。これどうすんだ、ジャンプ、え、これどうすんだ、あ、ジャンプですね。ワイヤー上、ワイヤーハング、バツでファイヤー放つ、よいしょ。じゃあ早く、はいはい、そこの前、はい、死者と一緒に助けあ、まだダンテ生きてますからね。ベアトリーチはどこだ。彼女はおろ
かな賭けをしてしまったのだ。連れて行ってくれ。代わりに私の魂をくれてやろう。愚か者め、ここにいる者は皆俺のもの。これが最後の私だ。はい、じゃあ今カロンの船の方に来ましたけど、登っていきましょう。助けて。はい、カロンの船ですね。なんかあるかな、これ魂。なんだよこれ。長押し、オブジェクトを移動。前方に押します。これで移動させて、あ、移動、これどっち向きでもできるんですね。じゃあこの移動させて、多分この辺だろう。なんだこれ、なんかよくわかんないですね。とりあえずちょっと壊しましょう。私回復いるんで。回復いるんで回復して、魂ももらいましょう。で、ん、あいつを救いたいけど、あいつが救えないか。ちょっと待って、これどういう、ん、はい。で、これをどうしたらいいんだ。何が、乗った。ああ、そういうことですね。ずらしてこうして 1、2、1、2します。よく見ろってことですね。単純に謎解きですらない。はい、はい、ではですね、この人、なんだ。聖なる父はお前のすべての罪を許したも。懺悔しないで罪が許されるとは本当か。司教が嘘をつくか。誓ってフランチスコを守ると。フランチスコを守ると。君の兄を実の兄と思って守ろう。フランジェスコを守ろうとした、ちょっとよくわかんないですけど。はい、オルフェウス、ギリシャの信者の音楽、愛する者を冥界に連れ戻すことに失敗した。なるほど、じゃあこいつを許してあげましょう。はい、また音ゲーですね。許すたび音ゲーはちょっとしんどいんですけどね。確保された罪。はい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 、三角生まれの、はい、あ、以上、三角、三角生まれ、三角、170、許しましたよ。よし、レベル2。レベル2あったんで、そろそろ強化が何かできるかな。でもそろそろあれだね。聖なる力で敵を引き寄せる神聖、聖な力に、これにしましょう。
聖なる力ばっかりやってもね、あれですからね。はい、じゃあ聖なる力じゃない、どこだったっけ、こっちか、はい、あの、いて、それ燃やされんの、なんか、板金みたいなのいるけど、どうなってんの、あ、なんか今マークで、はぁー、なんだなんじゃこりゃ、カロンのオール、異物、これなんだ、なるほど、申請レベル3いる、え、申請レベル今3じゃなかったっけ、あ、2か、3いりますね、これは。次はどこに行けと、で、あっちいいよ、もっと上があるかな、上はない、下もない、え、ちょっと待って、ここで迷子はやめてほしいんだけど、あっちが、逆にあっちがもしかして、こっちが正しいルート、あそこ登れってパターンですね、全然見えてなかった。はい、ではカロンの船の内部ですね、まあ内側の方に行って、はい、カロンの船の上に登りましたと。あー、ケロン川、はい、じゃあちょっとザコたちをやっていきましょう。おい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 、よいしょ、おい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 、よいしょ、さーて、よいしょ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 、はいはいはい、許すぞ、ほいや、経験値上げたいとこなんですけど、そろそろね、このバッスル方もね、強化しないとまずいですよね。バッスルーバッスルー、テンポよくバッスルいきましょう、ほい、よいしょ、ほいほい、あ、ちょっと炎が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 、よっしゃ、ああっちもバッシュいきましょう、はい、すまんの、よっしゃ、レベルが上がった、アビリティ、いやいや、まあ今まだ痛い、よいしょ、おい、はい、あー殺しちゃう、あーちょっと待って、はい、罰します、はい、失礼、はい、では罰しましたので、あー、なんかまた猛獣使いが出てきましたよ、君をいただこうか、聖なる力で燃やし尽くしてやんぞ、よいしょ、はい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 、はい、意外とね、カロンもね、ボス戦出てくるかと思ったら、カロンボス戦出てこないですよ、ほいほい、あれ、食らっちゃいましたね。まあ問題ないでしょ、これぐらいの大丈夫。痛い、ちょっとそれは痛い。あ、溜まってるんで救済ゲージ使いましょう。はい、救済ゲージどん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 買っていきますよ。R2 が切ります。はい、何ボタン、四角、はい、次は三角、丸、はい、いただきました、はい、うー、わし腰が痛くねえの、よいしょ、あ、すまんの、ちょっと足元が、あ、運動しすぎてね、最近運動しすぎなんだよ私、あ、お疲れお疲れ、どうもお疲れお疲れ、元気、てかこれカロンの船ぶっ壊れねえ、いや、カロンの船ぶっ壊すんだ、本当に冗談だと思ってた、はい、カロンを壊します、あ、カロンすいませんね、ちょっとこっち見てくださる、こっちこっち見て、はい、あ、ごめんなさい、
あ、事故事故。ちょっとこっち見てほしかったの。というところで、多分地獄の川ですね。地獄の川を渡って向こうに行ったのかな。どれどれ。はい、じゃあ壁を登っていきましょう。壁崩れちゃうんでね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、違う違う。はい。よいしょ。おい。おい。おいしょ。四角。なんでいきなりそれボタンが始まる。怖いわ。三角。次は丸か。四角三角丸好きやな。早く走って早く走って。断定早く走って。橋が崩れる。橋？え？ちょっと崩れたよ橋。どうすんの？え、ちょっと。おーっと。苦痛も敗北せし者にいかなるものなのか。ちょっと待ってよくわかんないけど。掴むボタンが出てる。掴めと。はい。はい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 。はい、掴むボタンが出たら掴む。オッケー。ほい。はい、なんとか無事到着しました。これが川の向こう側ですね。はい、では今回はちょうどいい時間なので、今回はここまで。次回はこの続きの内容を運んでまいります。ゲーム実況はストークでした。バイバーイ。フォークスザレボリューション、この通り動画、チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録。